六二年三月二十四日の宇野国に。源平両軍船出して丹の浦にて、夜合わせ登場先人は国一の豪の者山賀の兵道を慈悲で友の精鋭五百余勝、二人は松浦道を三百余勝、平家の金立ち二百余勝で三
瀬戸の船に大雨落ちも浮かぶ寄せるも得なり高くして構いがたくこの右輪に上がらんとすれば源氏矢先を揃えて待ち受けたり踏まてこぎても打ち果たされゆく知れず平家の船あるいは沈みあるいは漂い源平の国争い押せともいぬ西方浄土の来光に預からんとおぼしめし
よはよ、お念仏唱えたまえ。波の下にも都の僧侶と、おさなき帝もろとも好
Thank you.
Thank you.